海塚駅は大阪府海塚市海塚一丁目にある南海電気鉄道水間鉄道の駅である。かつては貨物列車用の留置線と2車との貨物受け渡し線が付設されていたが現在はすべて撤去されている。鉄道省課題5週、作詞58番の歌詞にて当駅が登場する。対比設備を備えた島式2面4線のホームを持つ。 地上駅で、橋上駅舎を有する。ホーム有校長は8両編成分。和歌山市駅寄りに上下渡り線が設けられているが、定期列車には使用されておらず、主に改装列車や臨時列車の折り返しに使用されている。2008年9月10日から翌年3月中旬まで、エレベーター設置工事のため駅構内の南波バ4階段が終日封鎖されていたが、エレベーターが完成し、 使用が再開している。2009年3月、ホーム、改札外コンコースの発射表が反転フラップ式からフルカラー LED 式に更新された。また、東出口にあるコインロッカーがエレベーター工事のため撤去された。トイレは設置されている。内側2.3番線が本線、外側1.4番線が対比線となっている。端式一面二線のホームを持つ。 市場駅。かつては南海電気鉄道の駅で使用された中古の自動改札機が設置されていたが、2009年6月1日のピタパ対応全車ワンマン化に伴い IC カード専用乗車リーダータッチパネル付け校車用運賃箱に置き換えられた。そのためあたり駅ではドアカットを行わず全てのドアが開く。水間線の0キロポストは 当駅から約200メートル、水間駅寄りにあった、貝塚南駅の跡地付近からずらされないままとなっている。水間線の0キロポスト各年度の1日平均上工事人数は、下表の通り。駅西側は、寺内町地区となり、毎年7月に太鼓大祭が行われる。西口には、タクシー乗り場が設置されており、貝塚中央商店街が精神する。 駅東側は旧村地区となり、毎年10月にだんじり祭りが行われる。東口にはバス乗り場が設置されている。ありがとうございます。